日本大分県大分市末広町大分駅府内、中央口駅前広場から左手にかけてが、末広町にあたる。左手のアーケードはシェルターに改築されており、現存しない。再開発前の大分駅府内、中央口駅前広場から右手にかけてが末広町にあたる。末広町は、大分県大分市中心部にある地域の町名である。 郵便番号は870-0027。九州旅客鉄道大分駅府内、中央口北西側の地区で、北を国道10号、南を大分駅及び、日豊本線、日差し大本線、宝肥本線、西を国道210号に囲まれ、国道10号及び JR 九州各線に沿って、細長く伸びる。北で中央町、東で近地町、 南で金目町、西で新町に接しており、地区内は大分駅よりの東側から西側に向かい1から2丁目に分かれる。町域の東端の大分駅府内中央口前には、府内中央口広場がある。この広場は2012年の大分駅高架化に伴い、再開発され、2015年3月にオープンしたもので、面積は、 1> 約1万6000平方メートル。バス乗り場が整備され、オートモソーリンやフランシス・コザビエルの像が設置されている。駅前広場の西側には、大分駅から国道10号まで、大分駅前商店街が伸びている。かつては、アーケード商店街であったが、2015年11から12月に、アーケードが解体され、代わりに、シェルターが新設された。この地区では、 高層マンションを中心とする再開発が検討されている。地上30階建て、高さ100メートル超のマンション棟の他に、低層の商業棟、ホテルまたは医療施設等が入居する、テナント棟からなる3棟構成で、2019年度、着工、2021年度完成を目指す。2014年3月29日には、 高架化された駅の南北を結ぶ道路として、町域を横断する、都市計画道路松関東大道線が開通している。駅周辺の再開発に伴い地価が上昇しており、2018年には、末広町一丁目の路線化が、25年連続で、中央町一丁目の中央通りと、入れ替わり県内最高となった。1963年、従前の大技、大分。 勢い池田原の各一部に住居表示を実施した。区域が大分駅側を中心に広がる、扇の形状に似ていることから、末広がりの発展を願って付けられたものとされる。ありがとうございます。